はい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、ビッグモーターがやばすぎるぞーって今ね、大炎上してる話なんですけど、こちらの記事、ビッグモーター報告書、傷の範囲拡大、悪質行為など指摘だーっていうことで、まあ、このタイトルとこの記事だけじゃちょっとわかりづらいんですけど、えー、ざっくりあらすじ話していくと、元光がね、えー、動画でお話もしてたんですけど、2ヶ月前ぐらいにビッグモーターのね、えー、不正な感じがやべーっていうことで、客の の車をわざとパンクさせたりまあ、傷つけたりして保険会社を使ってですね修理をさせるみたいなことをやってて無理やり売り上げを上げてたわけなんですよねなんじゃそれみたいな話がね話題になってたんですけどこれがね1件や2件とかじゃなかったんですよめちゃめちゃいっぱいあるぞーということで話題になってだからあのー、ビッグモーターがですね、えー、自分たちで調査しますよっていう話になったんですよね、えー、で調査してこういう色々防ぐ がありますって言って今後は真摯な対応していきますよっていうことねビッグモーター言ってたんですけどただ、えー、保険会社にですね色々い,いろつつかれた結果それも嘘じゃねえかーっていうことがね発覚してしまうというようなそんなお話なんですよねそして保険 会社からら、まあ、返還を求められてるわけけなんですけど、まあ、その額があまりにもやばすぎるだろうっていうことでね、まあ、倒産とかの可能性もあるんじゃないかっていうことにもなってるんで、まあ、その件についてね、見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、まあ、元光も2ヶ月前に話してから、これあ後ね、結構いろんな不正がね、出てきてたりしたんですよ、ニュースとかで。で、まあ、同じようにね、えー、客の車をね、えー、傷つけたりして、 これ修理した方がいいですよってお客さんに言って。 で,で、えー、保険会社を使わせるそして、まあ、自分たちの売り上げを上げるみたいなめっちゃ細くなやり方だったわけなんですけど、ねまあ、そういう不正な話が全国でいろいろ上がってたんでビッグモーターの話でねだからビッグモーターも自分たちで一回調査しますよっていう話になったんですよ、えー、ビッグモーター組織的な不正請求が明らかにいてこちらの記事で書いてるんですけど、えー、こちら、えー、弁護士などで構成される調整委員会が報告書 で指摘したののは次のよううな点だっていうことでビッグモーターが第三者にお願いしてね、えー、弁護士などで構成される特別調査委員会こういうのを2023年の1月に設置して調査してもらったんですよ。 えー、不正ないいかっていうのはね、まあ、自分たちで不正があるかどうかをチェックしましたって言っても信用もしてもらえない状況だから、まあ、第三者委員会作って、えー、こういうことをやってたわけなんですよそしたらその報告書結果として全国に33あった整備工場のうち全ての工場において事故車修理費用の水増し請求の議義があったことってえ全国 33のまあそうした不正な請求をしてた可能性がある全てにおいてってマジかよってやばすぎることやってるよね、まあ、こういうのが報告書として出てくるわけですねまあその結果どうなるかっていうとこちらの記事に移っていくんですけど、えー、この記事の中では中古車販売大手、えー、ビッグモーターによる自動車保険の保険金不正請求が全国で起こしていた問題で損保ジャパンなど損害保険大手がビッグモーターに対し事故車両の修理代 として過払いした保険金の返還を請求していることが11日分かったって、そりゃそうだよね、あのー、損害保険のね保険会社がぶち切れなんですよ、ふざけんなーって、まあ、実質か無理やりその傷つくって、それをね請求してるわけだから、保険金詐欺みたいなことになってるわけだから、返還しろーっていうことで保険会社が怒ってるんですよ、当たり前だね、で不正請求は修理件数の4割に上る可能性があり、マジって。 え全工場の、えー、で、まあ、その不正があった可能性があって、修理件数の4割に上る可能性があるんだよ。もしくはそれより上がるって可能性って、すんごいやばいよね。 いや、もう、どんだけ返還しないといけないのっていう金額になってくると思うんですけど、損保側は、ビッグモーターに全容解明を強く求めているということで、まあ、保険会社たちはね、えー、もっとね、えー、しっかりと全容をね、解明してくれっていうふうに言ってるわけですねで。不正はビッグモーターの外部弁護士による調査報告書が認定。車両を故意に傷つけたり、不必要な部品交換をしたりする手口で保険金請求額を水増しした。損保ジャパンや三井住友 会場火災保険など損保大手はサンプル調査で不正と判断した分の過払い金返還を先行して請求報告書で不正と認められた分も今後返還請求を本格化するぞーっていうことでもう全て返還請求するぞーっていう風な話になってるんですよねで契約書が必要のない保険を使って下がった等級は本来の水準に戻す手続きを進めるということで、まあ、これ実際に車を持ってオーナーの人たちだよね 使っっててて修理してるるががらそれ等級が下がるわけだからまあこういったところも調整しないといけないということであの純粋にその元々の修理費だけではなくて保険会社はいろいろあの手間がかかってるわけですよねだからその返還だけじゃなくてその賠償請求とかもあってもいいんじゃないのかなと元光は思いますけどね関係者によるとビッグモーターは損保各社に対して調査報告書の一部しか開示していない え、そうなのビッグモーター。 あの調査ししししてててててもらいいいましたっっっうその報告書は一部かか開示してないとかって言ってるんですよねすでに過払い金の返還に応じたケースもあるが理由は不正ではなく過失としていたということでビッグモーターはこの報告書を出したときに、まあ、ホームページでこんな感じでお知らせを出しているわけなんですけどいろいろこういう不正な点が、えー、挙げられましたということで最後に、ね、また過去の、えー、板金塗装作業につきまして引き続き検証を行い不適切な請求事案を確認して 案件におきましては真摯に対応してまいりますとまあ、このように過去の不正を是正していきますというようなことを言っ てるんですけど、ただですね、まあ、ここに書いてる通り関係者によるとまだまだこんなの、ね、出してねえものがあるだろうみたいなことで、ね、言われてるわけなんですよね。でね、その結果新しい情報、ニュースが出たぞっていうことで、こんな感じでね、中古車販売会社のビッグモーターが故意に車に傷をつけるなどして大手損害保険、三社に自動車保険の保険金を不正に請求していた問題で、会社が損保側に示した外部の調査委員会の報告書の詳細が明らかになりました。 ゴルフボールを靴下に入れて振り回し、車を叩いて傷の範囲を拡大させるといった悪質な行為があったなどと指摘されています。はぁ、あ、もうやりたい放題じゃんね。こんなことやって、まあ、車傷つけて、で、あ、これ修理した方がいいです、みたいな。むちゃくちゃじゃない なんてことやってんだって感じがするんですけどこの問題でビッグモーターは外部の弁護士で作る特別調査委員会がまとめた報告書を損保各社に示しましたが一部が開示されてなかったことから損保側が全てを明らかにするよう求めていましたということで、えー、調査してもらいましたと、まあ、大きく被害を被ってるのはこの、ね、損保各社になるわけ、まあ、もちろん、えー、車のオーナーもそうなんですけど、えー、額としてはやっぱこっちの方が、ねえー、損害でかいと思うんで、まあこう こっちの保険会社の方にそういう報告書を出したんですけど、いや、そんなんまだ足りてねえだろうって保険会社から言われたわけですよね。だからもっとちゃんと出してくれよっていうことを言われたんですよ。で、その結果、13日までに会社から追加の報告があったということです。え嘘だったのじゃあ、この報告書っていうのが。え、マジかよって。 えー、関係者によりますと、このうち故意に車に傷をつけたケースとして、ヘッドライトのカバーを割ったり、ドライバーで車体をひっかいていたりしていたほか、ゴルフボールを靴下に入れて振り回し、車を叩いてひの被害で受けた傷の範囲を拡大させる悪質な行為があったなどと指摘されているということです。もうむちゃくちゃだよね で損保3社は会社に対し払いすぎた保険金の返還と詳しい経緯の説明を求めていますということで、まあ、これ返還だけじゃダメだと思いますけどね、まあ、返還をまず求めてると、まあ、当たり前はブチ切れなんですよね保険会社はで今回の問題についてビッグモーターは今月5日さっきの、ね、お知らせのところホームページで引き続き検証を行い不適切な請求事案を確認した案件におきましては真摯に対応してまいりますとコメントしていますということで いこの間報告書出したのにもう速攻で保険会社から「いやいやお前嘘言うなよ」ってもっとあるだろうって言われてそしたらえつつかれたら結果ねえ「追加の報告があります」みたいな「はあ?」って。 そりゃ、保険会社もふざけんなってぶち切れるだろうし、それだけじゃ済まないよね。まあ、このことに関して、いろいろ保険会社も労力かかったりしてるんだから、普通に損害賠償とかね、できると思うんですよね。まあ、とりあえず今、返還請求してるという話しか出てないですけど、ただ、返還って言ってもね、さっきの記事の中では、こんな感じでね、えー、修理件数の4割に上る可能性があるんだよ。で、えー、これっていうのは、1回目の報告書を出した時の話であって、えー、さらに追加で <laughs>、 出しててるるるっっことは4割よよりもさらにいっぱいぱ修修修理理理件件件数数数ががああ可能性があるんですよ修理件数というか不正な修理件数ねだとしたらこんなの一気に返還請求されたらマジで倒産するレベルじゃないかなと思うんですけどね全部で33もある工場の全てでその不正の可能性があって不正請求は修理件数の4割だよマジでやばいよねほとんどの売上っていうのが不正だったってことじゃないですかこれ 修理とかの売り上げに関しては、マジでこれやばいことになるって、まあ。ということでね、ネットの意見も見ていこうと思うんですけど、不正社権で話題のビッグモーターを訴えたよって、こういう人もいたりするんですよね。まあ、実際に、まあ、これビッグモーターだーって、被告が書いてあったりだとか、ちゃんとね、えー、この収入因子とかもあったりだとか、令和5年の6月1日とかってあるんだから、 これマジだよね。まあそういう意見とかも出てるわけですよ。まあこれだけニュースとかで記事になってたら、やっぱビッグモーターやばいやつなんだってなりますもんね。本人訴訟なので費用は1枚もかからない。答弁書届いたけど、商談で話した内容は知らぬ存ぜぬで押しつつつもりだ。ビッグモーターで買うときは会話の録音必須だねということで、まあ個人でもこういう動きをしてる人がいたりするんですよね。まあそれぐらいまあおかしなことをされたっていう人が多いみたいなんですよ。とか、他には、 愛車ににここんななとされてたたら暴行事件にしたくなるわマジでひでひビッグモータータっていや、そうだよね。これ、オーナーの人はオーナーの人で、まあ、この、最終的にね、えー、今、問題になってるのは、お金どうのこうのとか、返還だとか、えー、保険金詐欺だのどうなのっていうような、そんな話で問題になってるわけですけど、ただ、実際にその、車を預けた人からしたらさ、車が、えー、まあ、なんか、傷つけられてんだよ、故意に。 そんなの、まあ、暴行されてるようなもんだから、俺は暴行したくなぞっていうようなね、意見があるんですよね。まあ、もちろんこれはやっちゃいけないけど、まそれぐらいのことやってんだぞ、ビッグモーターはーっていうようなね、意見ですよね。 いや、そりゃそうだって。自分のね、えー、大事な愛車とかが、えーもう、殴られたりとか、ゴルフボールとかぶつけられてんだよ。最悪じゃん、そんなの。まあ、こちらいいね、させていただきますね。とか、えー、ビッグモーター何事もなかったように CM 再開しだしたけど、結局これって、そう、なんか平気で CM してるみたいなんですよね。佐藤隆太りもがっかりだよ。片棒担いでるようなもんだよね。っていうことで、もうこんな CM とかしてる場合じゃなくねえかっていうような話なんですけど、いや、もうこれちょっと一回営業 停止とかそういういレベホームページとかもがっつり動いてますし CM とかも出してるんだったらこれかなりやばいかなと思いますとかここまで来るとマジビックりモーターだビッグモーターじゃねえぞってテレビニュースまだーっていうことでなぜかニュースにもならねえっていうような話でもあるんですよね、まあ、それがねいろいろこうあのスポンサーになってるからだとか、まあ、そういう風にも言われてたりしますよねもうだとしたらもうテレビ終わってるよねもうこちらもいいねさせていただきますねとか えー、他には下りのビッグモーターの不祥事以降からビッグモーターから電話もメールも届かなくなってくさーって二度とかけてくんなーってこれどういうことかな多分営業の電話とかがビッグモーターから来てたのかなこういうメンテとかありますよみたいなのそういうのがまあ忙しくなってかかってこなくなったんじゃないのかなと思います、えー、よかったよかったみたいなね、えー、ことも言われてたり他にはやっぱビッグモーターはやばすぎるってこれを CM で流してるテレビ局もラジオ局も共犯みたいなもん んだろうっていうことで CM 流すんじゃねえよーって報道しないマスメディアとか何をもって正義語ってんだよって感じだよダサすぎるーってまあそりゃそうだよねうんうこんなの徹底的に追求だとか報道すべき話だよ相当やばいことやってるもんだって修理の4割だよ とか、他には、ビッグモーター怖いビッグモーター怖いビッグモーター怖いっていうことでもうビッグモーターがね、ほんと嫌だーみたいなね、そんな声とかも上がってますね。まあこれ、相当やばいこと起きてると思うんで、まあ、大規模な保険金詐欺みたいな状態になってるわけですよね。<laughs> 全部の工場でその可能性があるんだよ。 相当やばいことになってるのに、まあ、それをテレビとかであんま報道しないっていうのはかなり問題かなと思います。ということでね、まあ、今回はビッグモーターの不正の疑惑についてお話していきました。皆さんにもね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元水のチャンネルでは、ジジニースケのことをお話ししていきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。